はい、どうもこんにちは、フーガーです。やっと、月仙中学のストーリーが終わったんで、こっちを進めていきたいと思います。前回の最後にも言ったんですけど、順番は月仙中学、比立ヘビ女子学園、学園でいいのかな、ヘビでいいのかな、これで、ホムラ、グレン、大変、ここだけなんか学校じゃなくて、なんか殺伐とした名前ですけど、で、半蔵学園編を、こちらを最後にやっていきたいと思います。で、パラダイスエピソードという流れで、今のところはそういう流れでいきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ私立ヘビ女子学園編やっていきたいと思います。エピソードを選びましょう。まあ、もうブーストかけていきたいんでこれね、さっさと進めないと終わらないんですよね。パート5は超える予定ですから。かっこいい。また妙な大会に巻き込まれてしまったな。参加するべきかどうか迷うところだが、また予選からですねなんか、なんでしょう、まあいいやそうだね、みやび、全く馬鹿げた話だよ。水鉄砲で打ち合いだなんて。まあな、忍びをやってる人からしたら、そうですね、ふざけた話ですよ。服がびしょ濡れのスケスケになってしまうしな。おちょっと目の色変わったぞみやび、これは妙な大会なんかじゃない最高に素晴らしい大会だよ。いいですね。なかなかこっち側の人間ですね。全身全霊を込めて参加するよ。おお。やれやれ。エロデコの妄想がまた始まったわ。おっとい。エロデコ？それは一体誰のことだ。他に誰がいるっていうの？エロさでギラギラ輝いてるわよ。そのおでこ。言いますね、なかなか。なかなかのはっきりというキャラクターなのかな、これは。リムちゃん待って、怒ったんだったらリョーマちゃんをぶって。どういうこと。恥ずかしながらぶって、恥ずかしめながらぶって、カモン。もうダメだもうダメだ。うん、なにこれ、ちょっと怖かったんだけど本当にキューン。で、なんで紫ちゃんがリョーマちゃんをつねってくれたの。お姉ちゃんを困らせたら、目です。怖い、なんか可愛いより怖いが勝っちゃった。すいません。さすが僕の妹。妹なんだ。ありがとう、助かった。全然雰囲気がないんだけど。妹なんだ。紫ちゃん、可愛くて優しいんだね。しかもつねり方も上手だし。ミオナちゃん、紫ちゃんみたいな妹が欲しいかも。やばいね。ちょっとこの学園やばいですね。ちょっとリョーナちゃんっていうキャラクター一人でも何よ、リョービが妹じゃ不満だっていうの。妹なんだ。妹姉、妹姉で、なるほど、そういうことか。バカ犬、リーダーだけが一人っ子みたいな。紫よりもうまくつねてあげるからやってやってこんなんが姉じゃ不安ですよね。何も感じないのかな。おふざけはそれまでだ。予選1回戦が始まるみたいだぞ。って結局参加することになるのか、うん、結構ノリノリですね。いやちょっとリョーナちゃんのキャラクターがすごいですね。生粋のド M ですね。さて、この学園は誰の話を主に置いていくのかわからないですね。下戦も1話はそんなに深掘りはしなかったんで、まあ2話以降ですね、気になるのは。じゃあとりあえずリーダーを使っていきましょうか。料理水着で水鉄砲大会だなんて、まあバカげたまあバカげたことを考えるものね。こんな遊びで夢中になるのでよっぽどの変態だけだわもう的確にまとえてらっしゃいますね、はい、じゃあやっていきましょう。いくぞ。まあいいね、なんかキレのあるこのかっこよさってのがいいですね。行くぞ。いいですねはい、今ちょっとリョウビちゃんとリーダーだけなんで正気を保ってる紫ちゃんちょっと分かんないですね。さあ始めようか。オッケー。いや、ハンドガンでもまたいいですね、かっこいい。いつの間にか、なんか懐かしい感じもしますね。こうやって雑魚を無双する。お前たちが騒がしく遊んでいたからだ。あ、何、連続で打てないですね。単発みたいな感じです。でも参加するなら無邪気優勝だよね。
そうだね。絶対欲しいものがあるんだ。なんだろうね。ちょっとあんまり想像したくないですけど。よっしゃ。ちょっとこのステージの向かない武器ですね。単発のハンドガンは。両美さんもおかしいじゃねえかこれ。ちょっとすげえ、ま、常識枠かと思ったんだけど、常識人枠。全然違ったね。両のこの試合終わったら両美が拷問してあげる。おいいですね。やってやって。なんだかんだでバランスが取れてそうですね。よっしゃ。こんなもんでしょうか。いやいやいや。ちょっとカメラ意識して。よっしゃ。俺、あ、まだ行くか。湧いてきます。よっしゃ。オッケー。あと一人。まだいるか。いやでも懐かしいね、このなんか予選とか行っていろいろなんかマシンが出てくるのがどういうことなんだろうか。あとあの 4つの学園以外は出てこないんですか。一応参加している設定ではあるんですか。よっしゃクリア。まあ予選なんでこんなもんでしょう。いいですね。かわいい、かっこかわいいとはまさにこのことです。まああのサブタイにもあった通り個性派チームということでこれはなかなか面白そうなチームですね。まずは一勝、さすが雅だ、完璧な式だったよ。だといいんだかな。何かお悩み事。蛇女は個性派揃いだ。それだけに、どうやったらみんなを引っ張っていけるのか。それは自覚してらっしゃる。私だって悩むことだってある。そうですね、これをまとめ上げるのはちょっとなかなか難しいんじゃない。それは大丈夫だよ、みやび。今の試合、すごく盛り上がっただろう。そうだな、確かに熱くなった。個性派というところはスルーしてる感じですね。やってみると、意外に熱くなるものだよ。みやびの濡れ濡れ水着で興奮マックスさ。いや、そうではなくてだな、私が言いたいのは、これはこれで忍びの修行になるかもしれないと。なるほど、もう捉え方次第ですね、そこは。だよね。僕が考えてたのも同じことさ。そんなの当たり前じゃないか。いいですね、好きですねこのキャラクターは。濡れ濡れ水着で興奮マックスって言ってたけど、ツッコミ担当ですね。それの何がおかしい。おかしいでしょ。僕が言ったのは水着じゃなくて、ほらあれだよ、水遁、水遁の術、濡れ濡れ水遁で興奮マックス。何もおかしなことはないだろ。いいですね、もうなんか語尾みたいなもんですね、興奮マックス。そうだな。そういうことにしておくか。いやでもこの学園面白いな。でもええ何、濡れ濡れ水着で興奮マックス。どうしたどうした。お姉ちゃん濡れ濡れ水着だよ。興奮マックスになった。やばい。この子が一番やばい気がする。妹の濡れ濡れ水着で興奮したらさすがに変態だろ。じゃあやっぱりみやびの濡れ濡れ水着では興奮してたんじゃない。それは追い詰められてますね。いや面白い。いかんせん緊張感に欠けるようだな。しかし当たり前だろ。計画のためにはどうしても PBS が必要なのだ。この人結局出てきませんでしたね、決戦の最終回以降に。ミスター K、これは全部の学園クリアしてからのお楽しみ的な感じかな。状況は見ての通りだ、早急に手を打て。かしこまりました。まあでも水着で水鉄砲大会とか言われたらね、気が緩みますよそりゃ。戦うのだ、真の楽園のために。誰なんだろうこの人は一体。はいクリアでーす。至極当然の結果だ。はい、まあ1位なんでそんなに歯応えはなかったですよ、それはもちろん。はい、あ、いいえ、この服装が好きなんですよ。なんか
キャラクターももちろん好きなんですけど、ちょっとかっこいいですからね。はい、で、あ、ちょっとなんか、あ、よかったよかった。おー、大きいですね皆さん。大きいとはいいことだちょっとリョウビちゃんはあれですけどはい、リョウビちゃんとかヤギウとかなんかちっぱい枠がやっぱりいるんだな。なんかじゃあ一旦終わりましょうか。失敗枠がいい、まあいい、まあそうか、目の保養というか、はい、ちょうど胸も隠してますしね、はい、忍びの上層部からあのように言われては仕方ない。あ、でもあらすじにこうやってミスター K のことが書かれるのはちょっと初めてなんじゃないか。はい、ということで今回この辺で終わりたいと思います。この学園なかなか面白い話になっておりますので、どう展開していくか本当に楽しみでございますね。はい、それではご視聴ありがとうございました。また明日。